本日はルームツアーというか、ちょっと引っ越すんですけど、あと1週間ぐらいでなんですけど、まあ、その前にちょっとお家の中を紹介していきたいと思います。リビングから行きますね。では楽しんでみてください。リビングはこんな感じで、ちょっとキッチン今料理しっぱなしで、全体的にはこんな感じで、キッチンが奥の方にあって、で、手前側でソファーとかテーブルとかっていう感じのリビングです。ここがソファーと、これがゴムの木って言って、お金が貯まる木みたいなやつなんですけど、最初めっちゃちっちゃかったんですけど、今じゃこんなに大きくなりました。このライトはイケアで買ったものです。で、ここの子たちはヘアオイル、アクセサリー、あとお香をね、よく炊くので、お香を置くものだったりとか、あと奥に撮影しております。で、まあこの下にはちょっといろいろ入ってるんですけど、メイクポーチ、あと鏡、パソコン、出かけの本とかです。で、この中もこうだったりとか、この辺のこれとかはいただき物なんですけど、まあ香り物を中心にというか、ルームフレグランスとかを中心にここに、はい。で、お香で私が一番好きなのはこの香りのアポテーケのこのブラックオード、読めないんですけど、これが一番好きで、香りで集めて、これも確かパッケージが変わったんですけど、これも同じような香りだったと思います。こうかのボディクリームと、あとこれは全身に使える王のスキンオイルみたいなものと、あと今ニープなんで、このお客さんにいただいたエレガのボディクリーム塗ったりとかしています。はい、これ座りやすいし、見た目も可愛いんで好きです。で、こちらはインの椅子なんですけど、これもシンプルにいろいろ使えるので逆買いました。このもう2人用って感じですね。2人でご飯食べるのにちょうどいいぐらいで、ちょっと家族3人以上だとちょっと狭いかなっていう感じなんで、これからは要検討ということで、はい、感じです。ちょっと珍しくて、私の洗濯機が入っています。パナソニックのキューブルのドラム式洗濯機です。で、こちらが冷蔵庫は無印の中ぐらいのサイズかな。で、そんなに大きくない、もう一段階このてっぺんぐらいまであるやつあったんですけど、それじゃなくてちょっとちっちゃいのにしています。全然これで足りますね。あの時計はイケアで適当に買ったものです。でも何やかやあれで満足してそこに飾ってあります。んで、電子レンジはバルミューダのものと、あと炊飯器を適当に買いました。忘れました。はい、という感じで、キッチンはちょっと汚いので見せられない。この子はわさびちゃんです。わさびくんです。わさびくん、ちょっとだいぶ成長しまして、こんな噴水みたいな感じだったんですけど、で、この上がもうキッチンのスペースに入りきらないものたちがここに置いてあります。
もうほんとこの辺は塩コショウとか適当に、あとお茶とかフルーツとか、あとまな板とか、うん、キッチン用具です。でここは、はい、オートミールだったりプロテインだったりとかが置いてあります。無印で売っているので、だいぶ2万円だったかな、4万円だったかな、忘れちゃったんですけど、そんぐらいで買えます。でここにテレビがありまして、でこっちに棚があるので棚を見ていきましょう。上の段神社でいただいたものたちを飾っていて、でこんな感じでなんか壺とかあります。お皿もこの辺に、ちょっともう入りきらないものたちはこの辺に飾ってあります。でここのものは、そうですね、お守りとか、あとこれはちょっと知り合いの方からいただいた、なんか飾っといたらいいことあるよみたいな感じで言われたんで、はい、飾ってます。でこれはおみくじです。でこの盾、これがめちゃめちゃ可愛いんですけど、これはなんだっけ、ブルペンってこれなんですけど、ところで買いました。それでこの縁なんですけど、これもブルペンっていうところで買って、これが有名みたいですね。で、あのお花買ったんですけど、ちょっと飾ってるんで、後でちょっと飾っていきたいと思います。なんかちょっと想像と違う感じの飾り方になっちゃったんですけど、こういう風に、なんかもうちょっと、なんかもう一本入れよっか。さっきよりはマシですかね。こんな感じで、本来だったら生きてるお花をこう壁にこういう立体的に飾れるっていう、すごい可愛いみたいなのがあるので、皆さんぜひ。はい、でさっきの部屋ですね。ここがあんまり登場しないんですけど、もう一個のお部屋があって、でライトと、このライトはこの黒じゃなくて目黒のヴィンテージショップで買いました。これはこの間作ったラグちゃんです。鏡があったんですけど、ここはほぼほぼなんかインスタとかにも出てきてないので、はい、でもこの鏡はちょっと次の家には持っていかないことにしましたので、さよならです。収まりきらない帽子とか、帽子入れです。これはなんとなくシャネルの紙袋に入ってるっていう感じに見えてるんですけど、普通に帽子たちがいっぱい入ってて、これとかは渋谷のスクランブルスクエアの1階に入ってる2つです。めちゃめちゃ可愛いです。でこの棚がイケアのピンクの棚なんですけど、結構これ気に入っていて、頑張って自分で途中までやったんですけど、途中からちょっと旦那さんにこう出してもらってやりました。ここは乱雑にかけられたジャケットとかアウターがメインなんですけど、あとカバンもこういう感じでかかってます、はい、ここがクローゼットになってます。ちょっとクローゼットの中は勘弁してください。はい、それでこの部屋がいつも YouTube でおはようございますってやってるところなんですけど、この辺がメイク道具とかの収納場所になっていて、まあ、基本的にも入ってないっていう状態が続いて
ています。ちょっとミッドセンチュリーモダンみたいな、モダン、このボックスは無印ですね。よく皆さん使ってると思うんですけど、もうここにもうめちゃめちゃ、まあ、これでもちょっと整理して頑張った方なんですけど、こういう感じで入ってます。まだ箱のものもあるし、ちゃんと開けてるものもあるしっていう感じで、まあ、この辺はちょっと入りきってない。もうそうですね、結構1週間に1回ここに、ここは気をつけて整理して、いらないものといるものと今使ってるスタメンのものとみたいな感じで整理はしてるんですけど、それでももうなんかダメですね。入りきって、本とカバンとか入ってるんですけど、これがこの中に皆さんからいただいたお手紙とかをここに貯めていってます。すごい、これ本当にすごい、これはすごいなって思った。ここはすごい狭い部屋なんですけど、すごい助かりました。なんか間の場所なんですけど、お世話になりました。鏡はジャーナルスタンダードのもので、まあ、これがね結局ピンときてるというか、あのサイズもちょうどいいしということで、これはルナちゃんそれで今日の服、これはトンボニアさんからいただいたニットと、これがあのユニクロの JW アンダーソンのコラボの白のやつです。でこちらが玄関になっています。サングラスだったりとか、ちょっとあの汚いですけど、マスクとか、まあ、リアルな感じ でこの辺は抱いてるものが多いんですけど、ハンドジェルとか、あと香水、軽くつける香水みたいなものがこの玄関には、はい、あります。あの本物のろうそくじゃないです。ろうそくじゃなくて本物風に見えるやつ、こう大と小どっちも買っています。うさぎちゃんがいる